はい、皆さん、毎度毎度、今日も彼、明日も彼、もともとしないでどんどんいきますよ。はい、最後、朝から定期ないのにね、今日は人参がなかったらね、じゃあ玉ねぎ4つでいこうね。またね、いつものごとくにね、やっぱりこのまな板滑るね。100円ショップのまな板、これ2枚で100円、滑って使い物なんね、でかいからいいかなと思ったけど、まあ、ちょっと、まあ、指切んないようにいってしまいましょう。はい、大きい方が使いやすいからね。こうやって持ちたかったね。このまま、このまま鍋にジョボーンって入れちゃうからね。マッシュルーム凍らして置いといたんだよね。マッシュルームどれよ。黒くなっちゃった。シイタケ見たくなっちゃったけど、マッシュルーム。凍らしといたら。これでまた入れるとさ、イカスミ見たくなっちゃうんだろ。まあいいや、気にしないで入れちゃいます。こんなになってます。はい。ねえ。もうこれガスだったら火事になってるね、完全にね。ちょっとマッシュルームまずそうだね。体に異常なかったから大丈夫でしょ。はい、68円ね。皮、むいて捨てます。捨てない。あ、はい、もう毎度毎度だね。はい、片栗粉ぶち込むのはね。はい、片栗粉の量は適当。はい、本当は測った方がいいんだけどね。お、はい、これ混ぜますね。はい、冷たいね、冬は冷たいね、こういう作業ね。はい、これ揚げますよ。ぬるいけど入れちゃいましょう。はい、皮も入れちゃいましょう。はい、皮もね。はい、冷たいから手でかき混ぜられるね。火入れすぎ注意だね、ここは。火入れすぎ注意、火入れすぎ注意なんだけど、皮だけやっぱり火入れたいね、これだけはね。はい、こちらグツグツ煮立ってっからね、ちょっと冷ましましょうね、これね。肉が硬くなっちゃうからね。あ、でも肉入れたら冷えるかな。ちょっと粗熱取ってからだね。肉入れて冷ましちゃうのが無難だね。ね、はいはいはい、皮ね、皮もうちょっと火入れましょう。はい、まずいからね。はい、まずい皮ね。はい、まずい皮ね。はい、黒いの浮いてるじゃん、これ。なにこれ、溶けちゃったやん。なにこれ黒いの。10分、もう沸騰させないようにね。また例のね、余ったカレー、まずそうだね、これ。まあ適当に分けて入れときゃいいんだけど、まあこんなもんでいいか。今日はゴールデンカレーの甘口ね。これ刻んで入れるとね、これ刻むときどうやって入れるのか、こうやって切るの、ここね、先端押さえると切りやすいよね、こうやってね。ね、はい、もっと細かく切っちゃいましょう。どんな大きさでもいいんですよ、みんなのカレーですからね。ね、はい、はい、ここまで細かく切ると多分入れただけで溶けちゃうんじゃないか、これ。まだまだ温度ぬるいね。はい、これを入れちゃいます。はい、はい、溶けた。まだかな。ゴールデンカレー沸騰してから入れると溶けないからね。とろみが出るまでね、約5分間。そうだね、肉炒めんのもこれ、中火で炒めろって書いてあるね。ああ、中火でじっくり、中火でじっくり炒めろって書いてあるね。中火でじっくり炒める。鍋の蓋を少し開けて、弱火、中火で20分間。沸騰後20分間。沸騰したら、でも肉が硬くなんだよね、沸騰したらね。この作り方っていうのは、鍋を、うちがやると鍋とフライパン汚すけど、この作り方だと鍋1個しか汚さない。やっぱり主婦に楽なようなやり方ってのを考えてるよね。ただやっぱり肉っつうのは煮込まない方がいいよね。煮沸しない方がいいよね、あまりね。汚い鍋だね。え、女の人見たらこれ逃げ出しちゃうね。こんなカレー見せたら誰も食わないね。毎日見てくからうちらはね、平気だね、全然ね。できたね。はい、まずい、ちょっとマッシュルーム食ってみよう。はい、肉がどうなったかね。はい、まずい、まずそうな黒いの、何これって感じだよね。黒いのね、これマッシュルームだよ、一応。うん、マッシュルームは特に何か味がするってもんじゃないね。はい、皆さんお疲れ様。本日のね、カレーはね、玉ねぎをね、煮沸して煮込む、炒めないでね、調理したんだけどね。炒める時の温度100度以上、やっぱり煮沸だと100度までだからね。その温度が玉ねぎにどう影響するかね。ちょっと自分の口じゃわかんねえな。玉ねぎはぐつぐつ煮ただけで結構甘くなるからね。あとカレーに肉を入れたらもう煮沸させない。泡がね、1個2個出るぐらいの煮込み、弱火でね。まあそれやるともう鶏肉はね、完全に柔らかく、バサつかないね。まあ、カレー作るとみんな煮込めばいいと思って、肉入れてから、野菜入れてから、ぐつ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 煮込むでしょ？あれはやっぱり肉固くしてるよね。
特にカレー入れてからね、塩分が入った状態で煮込むとね、浸透圧の関係でね、どんどん肉から肉水分が抜け出ちゃうからね。で、あとまあこれはね、今すぐ食べてしまったけど、一回冷ましてから食うと肉に味が染み込んでるんじゃないかと。まあこんな感じだね。はい、お疲れ様でした。